はいどうも皆さんこんにちはテイシャーです。え久しぶりにね、もう1ヶ月ぶりですか。もうちょっと最近あの、英語練習動画もサボり気味だったんですが、まあさすがにもう1ヶ月ぶりということで、はい、やろうかなと思って、はい、始めます。はい、えーと、今日は、えー、ジャストとイヤーとオーダー、ちょっとここをね、聞いていきたいと思います。とりあえずまあ最初は、あの、このジャストをね、ちょっと聞いていきたいんですけど、このジャストの 何を聞きたいかってあのこのねこれ見えてるかな辞書あれちょっとちょっとなんかケンブリッジ・ディクショナリー君が調子悪いんですけどまあいいやえっ、ー、とね、えー、このねあの D の音が聞きたいわけですよ

この D のこのダッっていうリリースは何してもこのサステインの音をまあ今回聞いていこうかなと思ってるんですけどなんかねこの0.07倍速にしてもなお聞こえないえーーー まあもう本当に微妙に聞こえるっちゃ聞こえる聞こえるっちゃ聞こえるんだけどあまりにもねわずかすぎるんですよね <that> な,なんか微妙に聞こえるんだけど微妙には聞こえるただ本当に一瞬ですよね <noise> うんただこれはさただこれはねなんかその D のサスティン音っぽいのを聞こえるんだけど、まあ、もしかしたらこれ D のサスティンじゃなくてこの前にさこの NOT があるからこの T もあのリリースはしてないんですよねって。だからこの T のサスティン音 聞こえてるのはな、ね、だけでなんか本当にこれ言ってんのかなみたいなところはあるんですよね ?I played this chord that was so w r o n g これはまあなんか。 んーまあなんかなんか D のさすなんかチッチッみたいな音じゃなかった ?I just みたいななんか TT のなんかハサツンい音が聞こえたんですけどでもまあなんか I played this chord That was so wrong I thought ジっていうのはこのチあの音を優勢化しただけのものなんでまあそういう意味ではまあ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 一応そのサステインっていうかその口がまずこのチの形になってからそのタイムラグで優勢化した っていう解釈でいけると思う逆にこのハドが聞こえなかったけどねまあ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  <noise> うーんこれもねジジ <noise> この D の音がほぼほぼ聞こえないほぼほぼっていうか全く聞こえないんですけど仮にその D の音が鳴ってるんだとしてもなんかもうこのジュの音とほぼ同時になってるんじゃないのかなって。もう限りなく同時になってると解釈もう。はっきり言って聞こえないです D の音が。It was just It was just it was just。It was just。It was just, it was just, just <ん>。Just みたいに、めちゃくちゃ露骨な分かりやすい発音ではないから。まあ、というのも、多分、こんなさ、ナチュラルスピードで。こんなそ損っていうか。早い英語を話そうとしたら。 やっぱりもう D のサステインを鳴らしてる暇ないっていうのもまあわかるんだけど。ジューストうーん、It was の、no, このズズ、It was の、no, ズズの音は聞こえてもうそこから なんていうか、もうダイレクトで、ズズズに移行してる感じで、まあ D の音は、まあ聞こえないですね。うん。まあもしかしたら本当に、うん、この0.07倍速っていうのが、もう限界なんですよね。これ拡張機能で、確かビデオスピードコントローラーとかいうやつで、調整できるんですけど、 0.07だもんね。正直0.07、ここまで落としても聞こえないっていうのは、というかね、あの、これまで今3つですか、聞いてみましたけど、うん、まあ、まあ2番目の人は、まあなんかあの、 D のサステイン音じゃなくて、なんかその T のチチに聞こえたけど、まあその T の音が聞こえはしたから、それがまあサステインと解釈することはできるんですけど、1番目とこの3番目はね、マジでわからないですね。It was just, it was just, it was just って言ったとしても、全然なんていうか、what we can do. It's just a realistic assessment of how much we can do. It's just we can do Just いや、例えばさ、まあ、これはさ、あの、このジっていうのは、いわゆるその一般的なその二重シーンとは、まあ、また別っていうか、もう、これ、このジっていうのが一つのシーンっていうふうに考えられてると思うんですよね。一般的なその二重シーンといわれるような、例えば、フリーの F のフと、r。 とか、あとは、なんだ ?please みたいな、この p と l とか、あとは、あの、string, あ、まあ、そりゃ、それは二0シーンになるのかわかんないけど、まあ、この strings みたいにチってなるから、それを一個のシーンと考えれば二重なんだけど、三重シーンっていうのもありますよね。この tstrings の、あの、str の、 tr を破殺音化しないで、例えば strangs みたいに strangs じゃなくて strangs みたいに言う場合は、これは30シ,30シーンみたいな感じになると思うんですけど、その場合、あの例えば free の,の最初の f の音が聞こえないなんてことは 正直ないと思うんですよね。どんなに、どんだけこんなナチュラルスピードで早くいったとしても、例えば、free とか、free の f、f o とか、please の p の音とか、あと、strings の s、最初の s の音が、あの、こんな0.07倍速にして聞こえないってことは絶対ないと思うんですけど、でも、この、このさ、この d この、この、この発音記号が何ていう名前なのかわかんないけど、 この3みたいなねマジで聞こえないですねこの D の音がマジで聞こえないっていうか聞こえないっていうか聞こえる人もいるんですよこんな10個ぐらい聞いてればね露骨に聞こえる人もいるんだけど基本的にはそんななんかいわゆるそのなんか先生がんか教科書的な発音っていうのを うんこういうナチュラルな会話のスピードの中で聞く方が逆に少ないですね。これは若干なんか聞こえ D の音が聞こえたような気がするんですけど D っていうよりは多分この前に来てるこの NOT のこの T のサスティンなんだよねおそらく。 だってもう離れすぎてる音が。And one of the reasons is that it's not.Not.Not.Not.、うん、こ,こ,こ,この音が多分この D のサスティンと捉えることもできなくはないんだけど、この not とジャストの間に間が空きすぎてるから、not. Just この間が空いてる、ここまで間が空いてるんだったら、このもうなんかいきなりこのジの音が始まってるように聞こえるんだよね。なッジュスト。ナッジュスト。ジュスじゃなくて、このっていう音が 全く聞こえないですあこれここここれこれれ、うん、れはこの音なんですよ。これは D のサステイン音がめちゃくちゃ聞こえるんだけどただ多分だけどこの D のサステイン音このジャストの D のサステイン音じゃなくてこの w o l d この w o l d の この一番後ろに来てる D のサステイン音が鳴ってるだけなんじゃないかって思うんだよね。この,この最後の D をリリースしてなくてそのリリースしてないこのサステイン音が鳴ってるだけでしょう多分うん。これはもう明らかに D の音が聞こえるんですけど。 多分この just の音ではないよね、この D は。o r s h e o u She t s would just She would just。それがもう D のサスティン音 っていうよりは、もうなんかこの一瞬この喉の声帯を閉めてためるみたいなもうそれだけなのかもしれないけど She would just, she would, she would just, she would just, she would just, just, just bah,、うん何だっけ あのなんか声帯だけ閉めるなんか t バ、うんこれしなかったっけバ、うん、うん、ジューストジュース、うんまあ少なくともなんか d の音はなんか聞こえないような気がするんだよな,なんか声帯だけちょっと閉じて でいきなりこのジーの音が始まってるような感じがするんですよおおこれこれはねこれは聞こえる D の音がでもさ7分の1でしょ7個例文聞いてこれ初めてですよ これこれこれ B B この音がこれが教科書的な発音ですよおそらく、うん、でもめちゃくちゃ速いよね話してるスピード的には多分あの前に聞いた六個のスピードとそんな変わらないと思うんだけど うん、むむしろこっちの方が遅いよな。うんこっちの方がむしろ遅いような感じがするけど。でもこの人はさ、これはもう明らかになんか D の音が聞こえるんだよね。はっきり。いやもちろんこの遠足で聞いたらわかんないよ。わかんないけど。 うん、B just みたいな。B、うん、マイクマイクの問題か。マイクがこれなんか口元に付いてるとか、それでなんか音を拾いやすいとかし。待って。 そういうことですかここになんかマイク口元についてるけどそういう問題ではないいやでもこの人もついてるもんね <Or> これも <laughs> これはどううだろこの L のサステイン音が D にちょっと近いけど Imagining the r a やっぱ D のサステイン音は聞こえないですね少なくともさっきのあの1個前の人みたいに露骨に だってこ,この人もちゃんとマイクが口元についてるわけでしょだからさっきの人と多分条件は同じですよね。うん、この「あえおーおおお」この多分ダークエールだと思うんだけどこの「L」の音は聞こえるんだけど。あまりにも一瞬すぎてわからないだけかな。なんかその 発音してるような気はするな D はあんまはっきりとは聞こえないけど the ーいやーでも聞こえないかなーこれさっきのこの7番のさ人はめちゃくちゃ分かりやすかったけどねまあ分かりやすかったっつってもその等速で聞いても分かんないんだけど これも微妙に分かん,うん分かんないわ。もしもしこれがあのー、なんだ実は D を発音してるけど 発音してるんだけどその俺のリスニング能力的に聞き取れてないっていうことだったらさらになんていうかでももうないよねこれ以上低速にできるって恐らくもう聞いたことがないわ0.07つか0.07っていうのも十分一般的なねあのスピードコントローラーだったら0.25倍速ぐらい が、最低だと思うんですけど。あんまりね。これ落としすぎるとね。音がその。ブレて。なんかグワングワン揺れ揺れたような音になるからね。多分これ以上落とせるのはないんじゃないかなと思うけど。I mean, I think a lot of just 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 ああでもやっぱ違うか。まあ普通にさ、ジュっていうのとさ、ジュ,ジュ、違うか。違うよな。ジュ、この、ししシュ、の音は、舌が、あのー、上顎についてないんだけど、

の音をもうちょっと聞いた方がいいかもしんないね。何があるだろう ?Legion とか ?VersionVersion これこれこれ。 クソ <Version> みたいな音質だな <laughs>、あのー、Version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 V めちゃくちゃよく聞こえるよね、この D の音が。v r g i n v r g i n うん、めちゃくちゃわかりやすいわ。んって言ってるよね。ジェンの前に。v e r g i n v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  r g i n <Virgin> めちゃくちゃわかりやすい。 なるほどだから多分単語単体で発音するとこういう露骨な発音になるんだろうねこれ聞いてみるこれ聞いてみますかおおすげえ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 今遠足だったんだけどめちゃくちゃ D の音が聞こえたんだけど A book where Virgin girls were virgin うん、この音が。うん、これはあの低速にするまでもないですね、oh, oh, うん。これもなんか D の音が聞こえるわけじゃないけど、なんか入ってるような気がする。弱いけど。Oh, ああ、聞こえる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 。これはすげえわかりやすいんだけどな。なんでさっきの、ジャスト。さっきの、ジャストに比べたら全然聞こえやすいんだけど。なんなんだろうね。アクセント位置は一発目か。一発目がアクセント位置か。いやね、ここの、二発目のこの、ジェンの方に、あの、アクセントがあるんだったら、 その関係ではっきり D の音を発音するのかなって思ったけど別にそういうわけではないアクセント位置は v r Virgin うーんめちゃくちゃよく聞こえるねこの D の音が何なんでしょうね ?I mean not the virgin birth part but I mean not the virgin やっぱこれはなんかディーが聞こえる気がする。Yes. You could say that the forty old これもなんかなんかこれはディーが聞こえる気がするんですよね。う m m a and there's actually the うん絶対言ってる絶対ってる。 絶対,絶対これは D を D の音がわかりやすいんだよ。The version はどう v e r s i o n v e r s i o n v n v e r e r s e r s i o n r e Is an improved version. これはさ、あの、ちょっと邪道かもしれないけど、一つ方法があって、この、サステイオン音をシュで発音するっていうのは、まあ、その発音記号的に言ったら、これはシュじゃなくてジなんだけど、あの、このさ、Virgin の場合は、 この D の音が先に入るからこの D の音の時点で優勢シーンなわけだからここがさシになるってことはありえないと思うんだよね。Version みたいには絶対ならないと思うんだよね。だからさあのー、まあ、ちょっと邪道ではあるんだけどこの Version みたいなサスティン音をこのシ 1で一回このシの音を出してから、あのー、それを何ていうか優勢シーン化してシュッみたいにシュって音を出してからジュって音を出すことでもうそしたらもう絶対にバージンってことはわかるんだけどこの D の仮にこの D の音が全く聞こえないようなリスニングスキルだったとしてもそれであのこのシの音が聞こえなかったらあの初業法でバージン で、聞こえたら、version, version, 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 version. まあ、あとはこの、多分、母音、この、ジェンとジェン。この母音、ここはさ、シ手ーなんだよね。ここは、version の場合は。で、こっちは、シ手ーじゃなくて、この、愛、愛なんだよね。だから、そこで、そこでの判別っていうのもあるんだけど、 うんまあだからこれはあまりいい例ではないよね。要するにこのこの芯のジとジ以外の全ての音が同じっていうのがこの聞き分けの例としてはふさわしいんだけど要するに他のところで判別できちゃったらこの音が えー、この音自,自体をあの聞き分けできてるっていう証明にならないからそこはちょっとつかなんならこれさこれシュそうかそうかそうかなんならこれ2つあるわジュンとシュンどっちもいいみたいな書かれ方してるないやこれがそうなんかアメリカ英語なのかイギリス英語なのか見ろこれブリティッシュイングリッシュはシュンじゃバーシュン これはもう version なんだったらもう間違いようがないけどね、絶対に <laughs>。まあ一応これアメリカ英語で検索してるんですけど、なるほど。これは version でもいいわけね。もしだったら、あ,あ、マジだわ。見ろ、これ。UK 発音。version。version だわ <laughs>。<laughs> <笑った笑>しかもアメリカでも、あ,あ、そうか。 UK でも2通りどっちでもいいみたいな感じですね。で、アメリカでもどっちでもいいみたいな感じになってますね。だとしたら、もう、Version で発音してくれた方がめちゃくちゃわかりやすいんだけど。In うん、これは Version って言ってますけど、Version、Version。あ、ここで1回切っちゃダメなんだよね。Version。 ジュンみたいに、ver と順の間に、こうなんか、声帯で、ちょっと止めたような感じが入ると、なんかあんま紛らしいよね。ver ンみたいな。ver 順。ver 順。ver ン,ージュン止めない方がいいね。止めちゃうと、仮に D の音が入ってなかったとしても、なんかその、うんバージュン、ジ e r そ、まあ、そもディーナスティンヨンなんてもうなんか、なってるかどうか、わからないレベルなんだから、v e r s i Version, version, version。止めない方がいいよなここはどっちにしろ Now t h is is the new version of the button.Hm、うん in。An individual in the studio drew a version of this picture.He, an individual in the studio drew a version. ここはちょっと切ってるような感はあるけども切らない方がいいのかもしれない。Version.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  うんやっぱこの母音がな違いすぎるもんな音が。Version.Version。そこでももう判別できちゃうから。 あ、あれはレジュンはレジンあ、レジュン。これとリージュン お俺の発音はちゃんと認識されてますね。これはね、一応発音記号上はマジで全部同じなんですよ。この D が入ってるか入ってないかってここシュワーだし、うん、本当に D が入ってるか入ってないかの違いなんで、これをちょっと聞いてみますか。これが聞きたい。これもなんか何ヶ月か前にやったような気がしますけどね。ブロック、アンブッシュアラブ・ジオン・ユニット。 ああなんか聞こえた気がする今遠足だけど D の音がいやそうでもないかそうでもないかもしれない <laughs> そうでもないかもしれない D の音は聞こえないね ただちょっとシラブルが切れてる感があるんで、リージュンこの「リーの「e」の音とこの「ジの音がその途切れてなければこっちの可能性が高いけど、そのこの「d」の音は聞こえないけれども途切れてる感があるんだよね。ただそこでの判別っていうのはちょっと邪道だな。 Ambushed a r Legion 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 まあ、ここまで強くならないってことか Legion の場合あのさ、ear とイエルイーの方がなんか強くなるでしょ e a r e a r いい、いい。このなんか、音割れしたような感じ。と同じで、この、リージュン。ジ、ジ,ジ、このなんか、まあ、強くっていう言い方がちょっと、あれだけど。リージュン。

Ear の違いになんか似てるるような気がするこれもうさなんか D の音があるかないかの判別ってもうほぼほぼ不可能じゃないかこういうなんかさ単語単体であの発音するんだったらうん何かすごい近いような気がするこの「l e i o と「l e i o n l e i o n l e a i o n l e a i o n e ん r と「y e a いと「year」と「y e a year」と「 Ear の違いに d があるかないかっていうのはほぼほぼわからんこのナチュラルスピードではみんななんかもう,もうほ,ぼほぼなんか10人中九人は D をつけてないような気がするけどただこの強さ Legion 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 この e 夜の夜みたいな,なんかこの音はしたようなこ。ここまでなんか強い発音にはならないけど、ねこの。「Legion、Legion、leg Legion、Legion」。「Legion、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 Legion うーん。ただ、その、なんか、強い、弱いみたいな言い方をすると、それだとなんか、人とかその話し方によって、うん。強く言うことも、例えば、リージョン。あ、リージョンみたいにはならないか。リージョン、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 リージョン。例えば、リージョンを、 なんか強く言おうとしたとして、Lee Jin, Lee Jin, Lee n このリーの方が強くなることはあっても、リ e ジュン n Lee Jin, Lee n みたいには絶対ならないよな。ただ、こっちの、え、どっちだっけ <laughs> ごめんこ。こっちが D の方だっけちょ、待って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 。そうだよな。これ、これが、

リ e g ンリ n l ンだからこっちはさ、例えばその、わざとこれを弱く読もうとした場合、リ e g ンリ n l ンあ、そうか俺、俺が言うとなんか、はっきり D のサスティンが聞こえちゃうのか。逆にこれ D のサステインを発音しないように言ったとして、リー 逆に難しいな。発音しないようにするっていうか、要するに限りなく同時に言おうとすればいいんでしょって言うと、レー、ジン、レージン、レージン。で、それをレージン、レージン、レージン。レージン、レージン、レージン。逆にむずいな。で、こっちのジの方を、 強く言おうとした場合。Lesion, lesion, 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 les,、ion. Whereas other ones might a うーんまあ今みたいにこのシュッシュッみたいな。<must> いやさすがにさこ,こっちのそのレージュンの方のサスティン音がシュッみたいに無精神化することはさすがにないと思うんだよね。 Thanks to Mr. Mr. Buffett and a Legion of Value Investment. Mm. Whereas a Legion is tech. We also have uh, uh, George's Legion, commander of the Legion of Valor, to receive the Legion of Honor standing, hard won by a Legion of Science. American Legion, the veteran. Mm. なんか G の方の Legion の方の G このジュっていう音がシになることはさすがにないだけどでもこっちの Legion の方も毎回毎回この無精神化するわけじゃないからだからそれは100%の聞き分けにはならないわけですよね、うん、こんな感じで Legion っていうこともあるわけだから その場合は <laughs> どうやってこれと聞き分けるのかっていうのは。まあ一つあと言えるのはやっぱりこのこっちの方がこの E の,の音と Z の音の間に なんか隙間がないというかシラブルが切られたような感じが少ないっていうのはあるよねこっちと比べてただ比較的っていう問題で100%っていうわけじゃないかリージュンリージョンみたいに。 Lesion. If we take two people who have exactly the same sort of lesion, mm. Lesion, 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 Lesion. 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 いやー難しいですね。Do you know? And, and I, I, I do think that the illusion of. いや、わかんないです。まったく違いが <laughs>。Do you know? And, and I, I, I do think that the. <laughs> これをさ今のさ今の「l e g i ンをさこっちの発音だって言われても多分分からないと思うマジでマジで分からないと思うな <The hero. S 1>、うん、これこれはまあまだなんかもうなんか明確にシラブルが区切られてる 感があるっていうのと、まあ、D のサステイン音が聞こえないこともないただこの D のサステイン音っていうのはほぼほぼなんかもう聞こえないからそこで判別っていうよりはおそらくこのジの音でうどうにかしてなんか特徴を見つけるしかないうんジンージジジジ,ジ こういう音はこっちではなりにくいんだよなうんこの無精神化するにしてもシュリシュンっていうにしてもリジュンっていうにしてもリジ,ュいもリジュあやっぱこのジュっていう音が

<laughs> なんか無精神化しなかったか今うわあこういうことされるともう訳分かんなくなっちゃうよねまあただ結構シラブルが切れてる感があったからこの「リー」と「シュン」の間に まあそうはポイントではあるけどもうなんかそのバラバラなんだよねもうなんか完全に全てに共通する見分け方っていうのがない気がするわ、まあ、この,この,この今,今まで聞いた全ての例が発音的に正しいと仮定するなら何だろうな、uh, ミシガン・ブラック・ウィッシュなんかこれはさ D のサスティンは聞こえたんだけどその後になぜかリージリシュンみたいなすげえすげえなめちゃくちゃレアだと思うわうん 難しいですよね。うん、これはなんか D のサステイン音が聞こえた。聞こえたっていうか、さすがにこっちのレジュンっていう音の中に D のサステイン音が入るってことは、まあ、まずありえないから。 However, once the lesion becomes too severe However, once the lesion becomes Mamoata -hmm. In the main military order the loyal おおこれはめちゃくちゃ分かりやすいこれはもうなんか100%教科書通りの発音って感じやな s、right. <S uh, うんこれはね D のサステインが聞こえないパターンだけど uh we also have members of the american legion. uh 非常に legion legion にここまで細かい違いを聞き分けなきゃいけないとなるとちょっとないまいちなんか現実的じゃない気がするなしかも0.07倍速にしてなお難しいってうんこれはめ,めちゃくちゃわかりやすい。 Right? I've got, I've got, like, a legion. 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 全員こういうさ、めちゃくちゃ分かりやすい発音してくれればさ、間違いようがないんだけどな。さすがにこれ、等速でもさ。Right? I've got, I've got, like, a legion, right? うんこれはもう、なんか、別に、遅くしなくても分かりやすい。 全員こういう発音してくれればな何の苦労もないんだけどね、聞き取るのに。これも逆に、レーズンに聞こえたわ。うーん、らへんにしとくかなんかもう。 微妙だもんなこれ以上やっても <laughs> were the。これはこのなんかさ、この D のサステイン音が聞こえなかったとしても、このなんか詰まったようなジュッジッみたいな音が出るんなら、まだなんかその、聞き分けとしてありえるかもしれないけど。

Legion. 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 Yeah, we're le Legion, 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 Legion. ジジジジジはあまあ似てるからな音自体がやっぱ似てるんだよね yeah, まあ確かになんかその舌が上顎についてな,なければ なさそうな音がしてるといえばしてる。リージン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 リージージジジジってこれ上顎に舌をつけないとジジって音が変わらないんだよね。ただ。 It's kinda Legion. L zat and Legion. 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 もう一回こっち聞いてみるかうん、このジみたいな音はしないか例えば If the patient is having their epilepsy and there's an identifiable mm -hmm. may have an identifiable underlying brain. This person is 無進化させてますね。シですね。 やっぱそこのやなやっぱ前に D があるかどうかっていうのはそれはそのちゃんと D のサステインを発音する人としない人がいてしない人の方が多いから多分そこで見極めるっていうのはほぼほぼ不可能だからこの じっとじっていうこの音の違いって見分けるしかねえな。ジョンモリス うんなるほど。そうだね。ジジそこでうん、じゃあまあ、これは多分あと、いや、俺ね、最初はさ、もう10個くらいさ、例文を、例文っていうか音を聞けばさ、十分だと思ったけどさ、全然十分じゃないよな。これ多分、100個くらい聞く必要がある。本当にやる、本当にその、聞き分けるんだったら。 まあでもとりあえず方針は立ったから多分そのこのジこの D の音を頼りに聞き分けるっていうのはほぼほぼ不可能ですね不可能だから不可能っていうか多分その D は鳴ってるにしてもほぼほぼ同時にこれが鳴ってるからこのっていう音とジっていう音が完全に分離されて発音されてるわけじゃなくて 同時になってるつまりこのジッっていう D の音の後にもうこのジッ舌がその上顎に触れて D っていう音が出た後舌があの上顎から離れてジッっていう音が鳴ってるんじゃなくてこのジッっていう口のままその下が上顎についた状態でジッジッジ じじじまあその下はおそらく上顎から離れてるんだけどま要するにこの D のこの下が上顎についたままこのじっていう音を鳴らすみたいな感覚じゃないか。ジッジッジッジ 多分この音を覚えた方がいいような気がするなうん D 下が上ごについた <laughs> ついた状態のままジュッっていう音を鳴らすジュッジュッまあ本来このジュッっていう音はこのジュッみたいにおそらくその 長くな鳴らせる音じゃないはずなんだけど一瞬なはずなんだけどねこんな方にあの息が続く限りホールドできる音ではないはずなんだけどそれを無理やりやろうとするとこのっていう音と これを比較した方がいいような気がするな。ジみたいな、ジみたいなものすごい分かりやすい発音をするのは、おそらくもう10人に1人ぐらいしかいない。それはこのジャストの場合でもそうだし、そこで判別しようとすると多分、不可能だな。その10分の1の めちゃくちゃ教科書的な発音をする人の当たる運よく当たるっていう以外はまあおそらくほとんどの人がそんな発音はしてないんじゃないのかなと思うけどね露骨なまあといってもそのネイティブの感覚的にはこの D のサステインをした後にジっていう音を鳴らしてるっていう感覚なのかもしれないけど実際聞いてみるともうほぼほぼ同時だよね にやってるるように感じるからまあそこら辺を意識して、まああと、まあ今20ぐらい聞いたから、あと 100, 個100回ぐらい聞けば、そのうち聞けるようになるんじゃないかな。まあ要するに認識の違いだよね。もう 10, もう10個ぐらい聞けばいいと思ってたけど、全然、うん、もっとちゃんと覚悟してやった方がいいかもしれない。それじゃ甘いってことだよな。うん。 まあそういうことですわ。はい。以上です。今、今どんぐらいかなあ、なんだかんだで、1時間やったのか。まあ十分ですわな。うん。1時間で、うーん。まあ20。まあ両方合わせて40ぐらいか。ということは、えっ、ー、と、5倍やればいいのか。これの。5時間ぐらいやれば。まあ、まあ確かに5時間ぐらい、これをずっと聞き続けてれば、なんかできそうな気はするよね。うん。 まあとりあえず、なんか方針はつかんだから、このまま練習していけば、まあ、いけるんじゃないでしょうか。まあ、本当は、あの、year と year とか、あと、order のこのフラップ、なんか d、その t がフラップするの分かったんだけど、この order みたいな、こと d の場合でもフラップするっていうのもやりたかったんですよ、本当は。これね order、order 今この d をちゃんと発音したけど、 これも辞書のさ、あの発音記号上では別にフラップ T とかじゃなくて、ちゃんと。これは D なのか。これもね、なんか実際聞いてみるとね、めちゃくちゃなんかフラップ T みたいな音がするんですよね。ただ、このフラこの D、D の、このスペリング上は D の,あの単語の D がフラップ化するのと、 例えばその、water。間違えた。water か。water。なんかさ、もうなんか間違えた英語を覚えてるんじゃないかみたいな感覚が強いんだけど。water でしょ、oh? ?water。water。なんか、ま、間違えた英語を学んでるんじゃないかみたいな感覚がするんだけど。なんでちゃんと t を発音しないの water。<laughs> これはこれでさだってスペリングは A じゃんなんでウォーターなんだよ ?water まあまあそれを言い出したらね日本語も別にまあ全部が全部あの文字通りに発音するわけじゃないからまあまあ分かるんだけどさ water. Water. これはおかしいだろう まあこういうこともおいおいやっていければと思いますね。まあまあ、せっかくだし、1個だけ聞いてみます no <PowerPoint> 絶対フラップしてるよね、これ。辞書ではさ。 in order to live the lives in order. 明らかになんかこのなんか軟弱な音がするんですよ。lr, lr みたいな。ちゃんと dir っていいようって思うんだけど。まあ、逆にこれ dir って言っちゃったらこれね、アクセント位置が or なんですよね。order。だからもしなんかの オーダーって言っちゃったら、なんかこの、どっちがアクセント位置なのか、ちょっと微妙に分からなくなるみたいな感じがしますよね。オーダーって言ったら、もしかしたら、ダーがアクセントなのか、みたいな。なんか、どっちも、どっちもアクセントに聞こえるみたいな、そういう感じがするんだけど。オーダー、オーダー、オーダー。でもなんかこの、なんか、フラップがさ、 この、なんかこの、なんか、ふぬけたような音 <laughs> な,軟弱なんなんじゃなな、んかな、んか変じゃな、い？Now, な、なんじゃこりゃ、な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 、 あまあまあまあこれはちょっとねもう今日はここでやめますけどまあおいおいねうんやっていこうと思いますはいまあちょっと個人的には納得いかないですけどねはいじゃあお疲れ様です。